その日は季節外れの暖かさとかで無駄に厚着していた俺は頭がぼーっとしていて、お帰りなさい。飯だからあいつが何て言ったのかよく分からなくて、衣食住の金は保証してやるから俺んとこに来い。平気で抱かれてると思うなよ。好きでもないくせに。ダメ。いやーダメ。ちょっと落ち着け。おい。